第12レース優勝戦進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコースが好スタート。1号艇白井英治1マークへと向かっていきます。インから逃げる1号艇白井、さす2号艇重成、外を行くか3号艇篠宮、内からは4号艇平田、バックへと入ります。先頭は1号艇白井、2番手2号艇重成、3番手内から4号艇平田、外からは3号艇篠宮、並走となっています。なお第12レーススタートは正常です。1周2マークトップターン1号艇白井、2番手2号艇重成、3番手内から4号艇平田、外を行く3号艇篠宮、ホームストレッチ。先頭は1号艇白井、2番手2号艇重成、そして3番手わずかに優勢は3号艇篠宮となっています。4番手から追走4号艇平田、レースは2周1マークです。先頭は1号艇白井、2番手2号艇重成、3番手3号艇篠宮、内側つく4号艇平田ですが3番手は3号艇篠宮となっています。初日はドリーム戦を制しての連勝発進、その勢いのままに2日目も連勝、準優勝戦もしっかりと逃げ切って優出、1号艇で臨んだ先ほどの優勝戦も見事な走りで優勝としました。ホワイトシャークとも呼ばれる白井選手、瀬戸内の海との相性は抜群、これで丸亀は3節連続での優勝ということになりました。今年優勝は10回目、通算では117回目の優勝としました白井英治選手が現在ウイニングランを行っています。見事優勝しました白井英治選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。今のお気持ちいかがですか？はい、ほっとしてます。優勝戦いい状態でいけましたか？そうですね、まずまずでしたね、はい、今節は同期の方多く参戦されていましたが、どんな一節間でしたか？楽しく過ごせた一節間でした。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、次も玉川も全力でしっかりやります。ご声援よろしくお願いします。優勝しました白井選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。